突然ですが、まずはある地域のこの女の子スイングをご覧ください。この選手、東加古川レッドアローズ小学部宮崎心選手。しなやかのスイング、鋭いスイングを見せている心選手なんですが、先ほどご紹介した通り、なんと現在小学校6年生。お父さんにはどんなことを教わったりしてるんですか？バットはこれは中学公式用。重くないですか？重くないです。重くないんですか？ちょうど。もうずっとそれは今年いつからそれを振ってますか？今年中学部に向けて。いや、軽かったのでこれがまだちょうどあったり。小学生のバットだと軽すぎて、はい、この宮崎心選手、とんでもないバッティングを見せます。おそらく小学生で一番の野球女子。贅沢なバッティングです。ちなみにバッティングピッチャーを買っていけるのは高橋光一代表、元オリックスブルーウェーブにいた方です。1995年には先発で7勝、防御率 2.67 とオリックスの優勝に貢献した方。主に宮崎心選手は打順は3番。先日中学生の試合に人数が足りなくて混ざったところ、きっちり2本ヒットを打ったそうです。しかし、どことなく元フィギュアスケートの浅田真央さんに似てるのは気のせいか。防具はエルボーグですね。はい、ハイゴールドの。いいですね。赤が似合っております。さあ、でもいって。いきますか。さあ。それでは、じっくりご覧ください。ブースイン。オッケー。オッケー。おお、ナイスバッティング。伸びていった。センターオーバー。なかなかのスピード来てますよ。力入ってます、バッピも。惜しいね。ああ、いい。声出てる。八気をつけてください。うわあ、ナイスバッティング。おお。いや、いいスイングよ。よっしゃー。おい、ナイスバッティング。いいバッティングをしている心選手、この後小学生とは思えない技術を見せる。うおうお。なんと約80メートルぐらい飛ばすホームラン。これよく見てほしいんですけど、ボールの球筋に対して軌道、スイング軌道ドンピシャなんですね。なのでセンターから逆へしっかりと飛んでいくのではないかなと。いやはや小学6年生の女の子、恐るべき野球技術。お、逆に結構飛ぶんだね。おー、ナイスバッティング。いい合わせ。真っ二つ。おお、そういうのでいきます。おー、レフト前。足上げ、タイミング取るのが上手です。よくよくバッティングを見ていて思ったんですが、これそっち関係なく小学生でここまで強く振り切れて、しかもミートできる選手は多くはないのではないでしょうか。結構球速い。いや、速いよ。おー、ナイスバッティング。わお。おお。左中間にこっちが伸びるんだよな。よっしゃー。イエーイ、ホームラン。ボール球2球だけでした。さすがですね。東加古川レッドアローズ、はい、宮崎心ちゃんということで、はい、小学校6年生、はい、ちちゃんというかもう選手ですね、もはやね。そうだね。もはやね。そうだね。アスリートの顔してました。いやー、今日は何点でしたか。80点ぐらい。あと20点何がダメでしたか。バットまっすぐじゃなくて、こういう曲げるみたいなバット、それがあんまできてなかった。あ、本当。いつもこうバットでリズム取ったりしてるんだ。ハイレベルです。野球自体は何年生？3歳から。3歳からどうやって始めるんですか？グローブはめて、お父さんと一緒に。はあ、すげえ。でも気づいたら野球をしてたんだ。野球一家ですか。お姉ちゃんが上で神戸工業で野球してて、来年中学生。はい。そのまま中学部に。あ、はい、そうです。なんで硬式なんですか。軟式っていう選択肢もあったと思うんですけど。いや、もう軟式に行ってて、で硬式やりたかったから。あ、そうなんだ。公式は何歳から？公式は6月ぐらいから公式に入って、それでぐらい。え、今年の？今年。マジで？はい、でもちっちゃい頃3年生、1年生ぐらい、2年生ぐらいにその野球屋のスクールみたいな行ってました。はーい。やって公式痛いとかないの？ないです。すごいね。怖くないですか公式は？ちょっと怖いけど、でも全然慣れたら全然大丈夫。へえ。ポジションはピッチャーとサードでしょ。花形。守備もそうですか。上手だ。何でもできるんです。守備はあ、本当？そんなチームメイト言ってたよ。ファーストやるんすけどって球怖いです。さあ、そしてここからはピッチングの前の遠投。この遠投は心選手のルーティンだそうです。結構遠投肩も強い。球速って測ったことありますか？あります。どれぐらい？115キロ。やばいよね。115キロやってるさ。前110キロじゃなかった？あれ測ったら家のグラウンドに測って110キロやった。家のグラウンドやば、すごいよな。家にグラウンド、そっちびっくりしてんの。そっち115もすごいな。家にグラウンド、そう、もう一人来た。115キロ出るって。なんで来たんワイトからしかもだって10何メートルなんだっけ。ピッチャー16メートルぐらいだよね。 15.5 でしょ。相当速いぜ。お、バッターが準備してる。言っても手の内を知る仲間同士。はい、緊張して大丈夫。はい、いっちゃろうぜ。はい、というわけで突然始まりましたエース対キャプテンの対決。結構真剣勝負。13ですからね。おー、素晴らしい。打った。笑ってます。いいですね。やはりチームメイトだからやや抑えていたのか、この後心選手の心に火がついてしまう。おわ、いい緩急。わあ、ナイスボール。わあ、ナイスボール。伸びてる。わあ、振らした。おーい。ああ、早いですね。おー、うまく打った。ナイスバッティー。あ、やられた。というわけで、もはや恒例なのか小学生 VS 私徳さんの真剣勝負。まあ初球は絶対見てくるんで、前の小学生の動画見てて、はい、打たれてたので、はい、次は抑えます。今のところ全部打ってるんで、ぜひ抑えてください。抑えます。真剣勝負だからね、それが礼儀。バット木製でいきます。そうですか。もちろん。私、勝負となると小学生相手でもムキになります。というわけで、負けず嫌い同士の対決は明日公開。お楽しみに。